はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今日は、ナイキがちょっとやってくれましてですね、今回の一足、新作ってほど新作ではないんですけど、今年の新作ではないんですけどね、ずっと気になった一足だったんですけど、ナイキが今、今日から、11月の4日なんですけど、今日、4、5、6のこの3日間だけ、まあ、セール品とか、一部セール品も含めたね、一部商品の、価格がさらに 30% オフになるっていうね、キャンペーンをやっておりまして、それに、その対象、まあ多分ね、これ、おすすめ順で一番見に来たんで、きっとナイキ的にも目玉なんじゃないかっていう一足。で、まさにね、僕もずっと欲しかった。なったんだけど、高えなと思って買ってなかった一足なんですね。それを、ね、念願の一足ついにゲットしたんで、レビューしたいと思います。はい。というわけで、ボックスはこちら。このボックス初めてですね、ムーブトゥーゼロ。ナイキのあの、サスティナブルな取り組みのね、あの、スニーカーですね。なんだっけ、スペースヒッピーとか、あの辺も、が一番有名かなと思うんですけど、その辺と関係する、プロジェクトのボックスになっております。Move to Zero is Nike's Journey Toward Zero Carbon and Zero Waste to Help Protect the Future of Sports ですね。まあ、ざっくりとした意味は、調べてください。はい。This project is made with at least 50% recycled content by weight。なんだ、この製品は、なんだろうな、50% 以上、ね、最低 50%、リサイクルドコンテンツだから、リサイクル素材と、重量の 50% 以上をリサイクル、素材でやってますよと。which reduces waste and our carbon footprint ね、というわけでございます。まあ、エコですっていう話をしております。はい。で、ものがこちら。はい。エアベイパーマックス 2020FK。カラーがピュアプラチナムブラックマルチでございます。はい。US11 マイサイズを購入いたしました。というわけで、早速物を見ていきましょう。ダーン。そして、ダーン。はい。ナイキベイパーマックス2020フライニット。というわけでございます。はい。マルチカラーですね。の一足になります。いや、もうこれほんとね、最初見たのはこれ発売のずっと前に藤原ヒロシさんのインスタだったかなで見たんですよ。で、うわ、かっこいいと思ってて。で、発売されても、結構はやっぱ話題になるんですよね。ベイパーの新作って大体いつもそうなんですけど。うわ、かっこいいなと思って。で、今までのベイパーが大体確か2万円以下ぐらいだったかな。定価。1万9000円とか1万8000円とかそんなもんだったと思うんですけど。だからまあ、きっとそれぐらいだろうと思ってて、それぐらいだったら買おうかなと思ってたんですけど、出てみたらまさかの2万5000円っていうね。なかなかすんなと。さすがに25出せないなと思ってですね。安くなったらどっかで買いたいなと思ってたんですよね。でもこう、だいたいいくら高くてもファーストカラーって売り切れちゃってすぐなくなるんですけど、まさかのこれね、やっぱね、みんな高いなと思ってたんじゃないですかね。なかなか、動きが鈍くてですね、そのおかげで、今日のこのセールのタイミングでも、ありがたいことにフルサイズ残っておりまして、ありがたく、セールのクーポン使わせていただきまして、なんと1万2000円以下でございます。1万1000いくらでしたね。1万1500円とか1800円とかそんなもんだったと思うんですけど。で、ゲットしまして、しかもすげえなと思ったのが、これ4日から始まって今日これ撮ってるのも4日なんですよ。要は、4日の朝9時過ぎぐらいに僕頼んだんですけど、注文して、その日の夜に来ました。しかも、届いたのが23時ちょい前っていうね、配達員さん、本当に、お疲れ様ですって感じのお時間に届いてしまいました。はい。というわけで、早速全体をサクッと見ていきましょう。はい。つま先から見ていくとこんな感じ。全体はフライニットのアッパーなんですけれども、このね、ニット素材にもそのリサイクル素材が使われているっていうことで、なかなかこれ面白い感じの素材になってます。これわかるかな？なんかね、いろんな色がこう混じった、ミックス生地みたいな色になってますね。この横糸のこの、カラフルなこの横糸がこう、ここにも混じって出てきてるような感じなのかなと思うんですけど、パッと見グレーとか、なんだろうな、きなりとか、きなりともちょっと違うかな。ちょっとベージュグレーみたいな色なんですけど、よーく見ると、すごいいろんな色が混じってるっていう、ものすごい不思議な素材感です。これ超いいっすね。で、あと、ここ真ん中に数種があるんですけど、なんと数種もこれ折り込みですね。これね、縫い込みで。縫い込み？刺繍？で、作られた数種ですね。これもすごいっすね。僕最初の頃の、フライニット、レーサーかなとかも、最初これ見たとき、あ、これ刺繍かなと思ったんですけど、あれは結局ペイントだったんですよ。で、ベイパーとかも確かペイントだったんですけど、最初の方のベイパーね、とかもペイントだったんですけど、まさかのこれはもう刺繍でね、すごいっすね、これ。高いだけあるなって感じの構成になってます。
で、アッパーのこのマルチカラーの糸はグリーンとか赤とかオレンジとか、もう本当になかなかいろんな色が使われてるんですけど、なんかこうシュッとね、可愛らしいというか、まとまってますよね。いや、めっちゃかっこいいな。で、ここかかとが、マーブル模様のヒールカウンター、ブルー系の、ブルーにオレンジが混ざった感じの、ヒールカウンターがなっていて、で、ここが、圧着ですね。この圧着のテープが、こう、パープルで入ってます。で、ヒールね、ここ特徴的ですね。この、靴紐がないね、このシステムがね、採用されております。ジョーダンとか、コービーの新作にも使われてたね、テクノロジーだと思います。こちらが使われてて、ここのテープが。なんかね、これ昔のミサンガみたいな、ちょっとね、年がバレる例えですけど、ミサンガみたいな、こうね、柄の紐が、ゴムかなのテープが通ってます。で、ベイパーといえばやっぱりこのエアユニットですね。このエアバブルユニットなんですけど、最初のベイパー、ファーストモデルとか、まあ、ついこの前まで出たベイパーまでは、とはちょっと形が違いますね。もう横から見たシェイプでもちょっと形が違って薄くなったような気もします。こんな感じになってます。で、つま先、ちょっとね、最初言うの忘れちゃったんですけど、つま先にもヒールと同じ、この、マーブル模様の、カウンターパーツがついております。と内側見てみるとこんな感じですね。はい。内側は、こう、まあ、ほぼほぼ左右対称かなっていうデザインなんですけど、スーシュがない感じですね。こんな感じになっていて。で、ここのヒールの、プラパーツのところには、スーシュの、がここに入ってますね。ここにない代わりにここに入ってるみたいな感じになっております。アッパーの柄なんですけど、これ、右側はこんな感じで、ちょっとね、緑ベースなんですよ。さっきね、見せた通り。緑ベースなんですけど、左側は微妙にこう、オレンジベースになっていて、まあ、これは個体差なのか、全部こうなのかわかんないんですけど、微妙に色が違うっていう。微妙に左右で色が違う。こっちも内側がなんかちょっとこう、緑っぽくなってたり。これ面白いですね。ね、これはちょっと写真では気づかなかったポイントですね。で、上から見てみるとこんな感じで、上から見るとね、やっぱりこの、つま先のね、いろんなカラーの編み込みがよく目立ちますね。で、シューレースがなくて、これはなんていう名前だったかな？クイックプルストライプ。っていうやつですね。フライイーズって言われるナイキのね、体が不自由な方でも、快適にシューズを脱ぎ履きできるようにっていう技術が最近あるんですけど、ジョータマンとかのフライイーズとか、あと、エアマックス90かなのフライイーズなんかも出てたりするんですけど、まあ、かかとを踏みつぶして履けるようにしてあったりとか、あと、ジッパーがここまで入ってたりとか、そうやって体がこう不自由で紐を結ぶのが大変な人でもこうスッと履けるスニーカーとかスポーツシューズっていうコンセプトで作られてるものなんですけど、これもその一環でね、このフライイーズの、クイックプルストライプっていうね、テクノロジーが使われています。なんで、まあ、いわゆるプーマのディスクみたいな感じの構造なのかなと思いますね。こんな感じになっております。まあ、なんだ、ナイキで言うと昔からあるフライワイヤーってテクノロジーがあると思うんですけど、それをなんかこう強化したみたいな。シューレースにまで応用したみたいなテクノロジーなのかなっていう感じですね。見た感じになっていて、ここのシューレース周りというか、このワイヤー周りがシルバーかな、ちょっとホワイト、グレー、ホワイト、シルバーというか、ちょっと光沢のあるような感じの、ナイロンっぽい素材になっていて、基本的にはタンはアッパーと同じようなこうフライニット素材なんですけど、上の方に行くとですね、これがなかなかこの柄面白くないですか。ちょっと透かしになっていて、中の柄、これなんかステンドグラスみたいな柄になっております。これ面白いですね。で、これ、脱ぐときに使うリリース、まあ、脱ぐときこれをグイッと引っ張ると、これが緩むような仕組みになってるんですけど、そのタブがネオングリーンで、リリースと書いてあります。で、ヒール見てみるとこんな感じ。ヒールはね、やっぱこのマーブル模様の、パーツが目立ちますよね。で、このベイパーマックスのロゴが、こう入っておりまして、ここのロックの文字もね、これを引っ張ると、ここの表側のね、このワイヤーがギュッと締まって、なんだ、フィット感を調節できるようになってるんですけど、これがちょっとね、薄いイエローみたいなラバーパーツの上に、パープルのマーブル模様でロックと書いてあります。ここも結構ポイントになりますね。で、イエローのヒールタブがついていて、トップにはナイキのスーシュ入っております。ちょっとね、履いてるやつだから汚くて申し訳ないんですけど、普通の、最初の、ファーストモデルですね。もうほんとファーストモデルのファーストカラーのベイパーと比べると、こんな感じで、だいぶ違いますよね。アウトソールパターンだいぶ変わってます。こんな感じになっていて、で、こちら、新しい方のベイパー2020の方は、この外側のね、これエアユニットが直で触んないように、この地面に触れる部分はちょっと厚くなってるんですけど、そこにはこの、リサイクル素材を混ぜたね、ちょっとこう、なんだろうな、いろいろこう、いろんなものが入った、なんつうんですか、
不純物って言うんですか？よくわかんないですけど、こう混ざった感じのね、デザインになってます。で、黄色っぽくなってて、ここは緑っぽくなって、ここは赤っぽくなってる感じの、ものになってますね。これ面白いっすね。はい。で、ライニング見てみるとこんな感じで、普通の、最初のベイパーと違って、こう、ちゃんとしっかりめのライニングが入っています。最初のモデルからセカンド、サードぐらいまでは、あんまりこの、ヒールのサポートってなかったと思うんですけど、がっちり、サポートがあって、ちょっとインナーブーティー構造っぽくなっております。で、インソールはイエローで、これ面白いのが、はい。インソール外すと、このインソールの裏側がこんななんか、これもあれなんでしょうね。リサイクル素材なんでしょうね。こんな感じのデザインになってます。厚みはそんなないですね。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。いやね、めちゃめちゃ履きやすいです。もともとのベイパーは結構幅も狭いし、ギュッと締まるような感じあったんですけど、これは全然ないです。ふわっていうね、もうアッパーの感じがふわっと包み込んでくれる感じ。めちゃめちゃ履きやすい。で、すごい初代ベイパーのすごいなんだろうな、履き心地めちゃめちゃ癖あったんですけど、これは全然ないっすね。全然なくはないかちょっと癖やっぱありますけど、でもね、だいぶ履きやすくなってるというか、すごい改善されてる感じがします。ただね、一点気になるのが土踏まずがめっちゃ高いですね。やっぱこの、プラパーツが入ったせいか、ここがちょっと高くなってるんで、元々のやつよりこの辺の圧迫感というかギュッと締まる感じはあるかなっていう感じですね。でもそれを差し引いてもめちゃめちゃ履きやすいと思います。いやー、いいな。でまあサイズ感は、まあその先ほど言ったようにその土踏まずがやっぱ高いんで、そこが注意なのと、あとあれですかね、まあ幅もやっぱり狭いんですけど、普通のエアマックス系とほぼ変わらないぐらいになってるかなと思います。エアマックス1、エアマックス90あたりを履いたことある方であれば同じサイズで大丈夫かなと思いますね。フライニットレーサーとかと合わせるとちょっと大きく感じちゃうかもしれないです。割と緩めなんで。いやでもこれめちゃくちゃ履きやすいですね。かかとの安定感がやっぱ全然変わってます。なんか頼りないんですよ、あのベイパーの、初代のベイパーってやっぱりその足首周りとかサイドもちょっと薄さがあるんで、それが全然なくなってても、うわやっぱ進化してますね。何よりこれ柄マジでかっこいいな。上から見るとめちゃくちゃかっこいいっすね。あんまりこう左右非対称っぽく見えないけど、こう、ね。でもなんかこうよく見ると左右非対称になってる。いや、いいよ。超かっこいい。これ履いてめちゃくちゃ嬉しいっすよ。これ早く履いてちょっと外で試したいっすね。寒くなりすぎないうちに履きたいっすよね。フライニット系は。足凍えるんでね。いやーでもこれめっちゃいいな。はい、というわけで今日ご紹介したら、ナイキベイパーマックス2020フライニットの、ピュアプラチナムマルチカラーのレビューでした。いやもうほんとね、履き心地も、まあ、デザインも履き心地もものすごい進化した一足です。ベイパーってなんだかんだ言って3だっけなまで出てたと思うんですけど、そんなに変わってなかったと思うんですよ。アッパーデザインも含め。まあ、アッパーデザインはそこそこ変わってたけど、ソーリーユニットも変わってなかったし、特に新しいテクノロジーがこう、どんどん入ってきたってわけでもなかったと思うんですけど、今回はもうガラッと変えてきたなと。ユニットの形も変わってるんで、履き心地も全然違うし、アッパーもね、もうやっぱ素材が違うからなのかわかんないですけど、フィット感とかも全然違います。もう別の靴って言っていいぐらい違う感じなんですけど、まあでもベイパーらしさも残ってて、そうですね、なかなかこれはちょっと買ってよかったりするんですよね。なんかもうほんとちょっと目から鱗って感じの一足でした。個人的にはね、もう履き心地、こっちの、元々のベイパーもすごい履き心地好きだったんですけど、こっちの方が好きだね。こっちの方がいいですね。かかとがしっかりホールドされてるけど、軽くて歩きやすいみたいな感じなんで。で、やっぱね、ネックとなる低下の高さがクリアされたら、もうこれは絶対買いの一足だと思います。はい。気になってる方いらっしゃったら、もう、まあこれ3日間しかないんで、これ僕の動画の公開が間に合うかどうかが一番問題なんですけど、編集とかね。これ平日にやってるから編集とか間に合わない可能性がすごくあるんで、もしかしたら公開した時には終わっちゃってるかもしれないんですけど、それでもクリアランスにかかってるんで、1万6000円ぐらいで買えるんで、これちょっとね、悩んでる方絶対おすすめです。ぜひ、もともとね、ペイパーとか、こういう地形のフライント系のランニングシューズ、好きで履いてる方だったら絶対ハマると思うんで、ぜひ、チェックしてみてください。はい、というわけで、そんな感じですかね。ご意見、ご感想、ご質問等ございましたら、下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。はい、というわけで今日ご紹介したのは、ナイキベイパーマックス2020フライニット、ピュアプラチナムマルチカラーのレビューでした。ではまたお会いいたしましょう。ピース。